さあ、今このブルーベリー学園の校庭をパチリスが駆け回っています。いや、可愛いね。これ意外とやっぱリスなだけあってね、尻尾がすごく大きくて胴体がこう見るとすごい小さいんだなと思いますね。 1.5 頭身ぐらいのね、体でこのブルーベリー学園の校庭駆け回っております。結構ね、屈強なポケモンたちがいる中を駆けていく、まるで2014年世界大会を思い出す、そんなパチリスを今回はシングルバトルで使ってまいります。かわいい。あ、やべ。あ、元気人や大輔と申します。今回はパチリスを使ってランクマッチも打っています。パチリスはですね、前回のゴルタックの動画でも使ったんですけれども、見た目に反してね、意外と高い耐久値を誇っているので、もう結構使っていけるんじゃないかなと思います。このほっぺスリスリからのこのアンコールっていうのがやはりね、強いというところがありますので、これで、あとはボルトレンジ、怒りの前歯で、結構場をね、荒らしていけるんじゃないかなと思います。パチリスちゃん、レッツゴー。サーチングしました。コダックさん対戦のいい名前だ。そんなお前にはゴルダックを見せてやろう。さあ、相手のパーティーがカイル、ウーラオス、コバルオンか。なるほど。鉄の頭ではなくコバルオンを選んだ理由を、小一時間問い詰めたいところであるんですけど、パオジア、ミミッキュ、ドヒレルか。コダックがいないね。君のパーティーに。じゃあ出していこうか。このゴルダックをね。と言いたいところなんですけど、パチリスから入るのが結構硬いかなと思いますので、パチリス行きまして、裏からゴルダック。で、ラストが、サーフ号かな。スカーフ持ってるし。お願いします。さあ、お願いします。ガラルチャンピオン、ウーラオス。暗黒兄弟オタか。じゃあ、パチリスでちょっと目に物を見してあげようか。まずは、ここはほっぺスリスリで削っていきます。うわっと、不意を打ってくるかなるほど。玉ウーラオスね。オッケーオッケー。そしたら、スリスリしていくことによって、ウーラオスは麻痺状態だ。そうだな。そうだな。アンコールいてもいいよね。アンコールいいよ。アンコールいくわ。はい、アンコール。これでウーラオスは不意打ちしか打てなくなってしまったなと。で、そうなると、パチリスに好き勝手やられたくないなっつってね、引いてくる可能性が非常に高いんですよ。その引き先に俺は、ほっぺスリスリ行くわ。オッケー、引いてきた。よし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 。ミユキとか、カイルとか、ミユキとか、カイルとか、パオジアン、まあ、いいでしょう。おい。スリスリなんだよね、ここは。いや、でも麻痺らしてもね、素早さダウンは結局こいつら、2体とも不意打ち持ってっから、あんまり微妙っちゃ微妙なんだけど、これはゴルダックは結構重要な立ち位置になっていますね。そうだな。前歯でちょっと削ってみましょう。前歯で半分削れりゃ十分。よし、OK。つらよけたバチリスちゃん、大暴れよー前は。さあ、削って。え？自己さえ覚えんの、ちょっと待ってよ。聞いてないんだが。待って。こいつ自己さえ覚えんの？知らねえ。初めて見た自己再パオジアン。結局前歯で削ってもって感じか。じゃあこれさ、アンコール行ってみたら面白くない？引っ込んでからね。アンコールは読んできたか。なるほどね。ウーラオスもう一回出してくるか。アンコール、不意打ちであの火力ってことは暗黒強打は耐えないので、前歯で削ろうか。不意打ちだったら一発耐えるしね。前歯で。オッケー、いいね。入っていく。前歯だ。はい、削れていく。うわ、ドレパンか。しかもなんか火力えぐくね。あれ、ドレパン。あ、そっか、タイプ1かでも。そっか、不意打ちよりも打点は出るのか。なので、いいわと思ってんね。じゃあもうこれゴルダックいっちゃうか。変化技がないから結局不意打ち渡るけど、でも麻痺の可能性もあるからこれゴルダックいきます。ゴルダックいってさ、もうさ、これさ、テラスタル
冬打ち結局食らっちゃうから、サーフ号多分切んねえべ。うん、これ行くわ、ヘラバースト。これで裏のパオジアもどうせ冬打ち持ってっから、つららと自己差は見えてるんだよな。冬打ちは多分持っていると思ってもいいんじゃねえかなと思うので、この冬打ちのダメージを減らせるフェアリーテラス。あっと、冬打ちは打ってこない。ヘラバーストでお前は4倍弱点だ。うわ、ドヒドイデか。いや、でもドヒドイデもさ、いいの？これ、サイコノイズ。いや、待て待て待て。いや、ここでサイコノイズ行くのはいいんだけど、ゴルダックが毒毒とか打たれたらマジ終わるので、サーフ号だ。これサーフ号。うん。サーフ号に落ち着いて引いて、これで毒毒のケアにもなる。サーフ号の出番だ。オッケーオッケーオッケー。毒毒はしっかりと黄金体なんで、パオジアンは来づらいでしょう。まあ、雷は安定濁。これドヒドイで縛るのはトリック。いや、サーフ王に何もやることねえと思うぞ、こいつ。ってなると、俺は、ゴールディングラッシング。いや、でもドヒドイ的に居座れたらマジ終わるから、こう雷だ。当たっていく。いや、普通に耐える。なるほどね、毒ビシか。これで出てきたら、ゴルダックが毒ると。ってことは、お前のパーティー、ゴルダックが重い。お前的にはゴルダックが重い。そう考えてるんだろう。そうだよな。パオジアンまひってるもんな。いや、これ、雷連打って危なくて、もともとの命中が低いっていうのもあるんだけど、トーチかくんじゃねえか、これさ。ゴルダックのサイコノイズ刺さりそうじゃない？ゴルダック行くわ。うん。ゴルダックだ。多分、トーチか自己祭で来ると思うんだよ。で、一発トーチかで、まず様子見てって来るでしょ？多分、トーチか来るんですよ。うわ、自己祭ここで打ってくんのか。あ、なるほど。雷チャンスをミスミス逃してしまってはいるんですけど、そうだな。でももう毒だからさ、もうこれで毒毒になることはないから、おそらくもうドヒドイで突っ張ってくるでしょう。サーフ号に何もやることが多分なかったから、ここで俺は、サイコノイズ打って食べ残し自己祭効かなくして、で、サーフ号出して、みたいな。そういったプレイングが、硬い。サイコノイズだ。当たっていく。いや、ダメージも結構入る。さあ、ドヒドイデ君。何ができる？君に何ができるかな？毒ビシを撒くことしかできない。さあ、しかしもうサーフ号は鋼タイプで毒んないので、もうサイコシェルドンノイジーでいっちゃっていいってことだよね。なんだけど、ここ、さすがに、テラスタルオア引いてくるでしょうというところが考えられるので、ここは、テラバースト行くのが、キッチ。大騎士なんだよね。あ、トーチカか。なるほど。ってことは、まあ、サーフ5引きでもよかったんですけど、まあ、でも次、ここ、テラバーストは、しっかりトーチキングされてきて、これ、ゴルダックが削られる。そうか。回復時切れた。ここ、サイコノイズ行きたいけどね。もちろん行くでしょ、ここは。毒毒毒ビシトーチか自己祭オッケー。見えた。サーフ号で完封できる。サイコノイジーだ。はい、ワンパ。なるほどね。ってことはラストはもう不意打ち連打で来る感じかな。いやー、そうなるとこの毒と玉ダメで、あー、不意打ち圏内入っちゃったな。自己祭だろう。で、テラス相手まだ残ってんだよ。一応上は取れてるはずなんだよ、両方とも。不意打ち圏内、不意打ち圏内か。いや、不意打ち持ってない可能性も全然ある。自己祭パオジアンだろ。ヘラバストよ。はい、テラス切ってくれ。オッケー。ってことは、で、ここでテラス切ってくれれば、サーフ号が安全に技打てばいいので、なんだ来る。氷か。ただ、お前が不意打ちを持っているかどうか。持ってないか、これは。持ってないか。しかもこれ、テラバストやんねえか。これやんねえか、やんねえか。やれねえか、これは。惜しい。うわ、自己再生か。なるほど。あくまで受けると。なるほどね。ちょっとこの対
耐えろ、あー耐えないか、うわーしよしよしよし、いやゴルダックよくやったわ、あのドヒドイデよ、あのドヒドイデにサイコノイズ入れてよく倒した。あとは任せろサーフ号に、不意打ちはもうないでしょ、ゴールドラッシュでしょ、持ってんだ、あっ、ダッダルさあ、チングしました。マコモさん対戦お願いします。メタグロス、オーガポン、鉄の包み、ランドロスの、化身バージョンか、これは。化身バージョンと、ガオガエンと。じゃあ、俺、サーフ号からもう入っちゃおう。うん、サーフ号から入る。うん。ゴルダックを選出。結構、いや、これね、わかった。初手ゴルダックだ。で、2番手に、これ、パチリス。で、3番手、サーフ号。これだ。お願いします。さあ、お願いします。ガオガエン、来ましたね。脳天気。そして威嚇。まあ、これで多分素早さ関係が分かったんじゃないかな。じゃあ、ノータイムドロポン、決めちゃって、いいでしょうか。うわ、猫騙しか。なるほど。一発殴ってきてって感じか。諦めずにここはドロポンだ。当たっていく、これがごめん、ワンパンじゃない、ワンパンじゃない、ワンパンじゃない。うーや、耐えてくんの、しかも普通に応音で耐えてんだけど。叩き。いや、これ弾落ちるけど、耐えて。なるほど、耐えるんだ。ドロッポン行くしかないか。はい。ほら、よしよし。いや、待って、グロス。おい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 。うわ、しかも色違いグロスター。色違いグロスターにドロッポン。勝て。いや、こんなもんか。いやー、こんなもんかな、ゴルダックの特攻。いや、こんなもんだな。な、しょうがない。ここはもう、パッチリス行くしかねえな。パッチリス。いやー、これでどうにか、コメッツパンチ、バレッツパンチは耐えていく。オッケー。まあ、自信持ってたらね、やられてしまうんですけれども、一応、ほっぺスリスリを入れておく。ことによってかなりいいことが起きそうだ。 OK、 スリスリ入っていくってことは、まあ自信持ってんのかな、これは。自信持ってるか、まあ試練で殴ってきてるか、サイコファングで殴ってきてるか。はい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 。これさ、アンコール行ったらさ、これバレパンでしばけるよな。アンコール行くわ。はい、バレパン縛りよ。これで自信は打てません。はい、バレッツパンチ。オッケー、オッケー。で、おそらくこれ変えてくる可能性非常に高いかなと。いやー、これラストね、包みがいるかどうかだなー、うん。いや、どうかなー。いや、あの、今、どうかなじゃなくて、どうなんじゃないかなっていう、あれだったんですけど、まあ、伝わったでしょうか。まあ、前まで、ね、殴っとこう。クロス引いてくる。まあ、ガワインか、ここは。あ、ボルちゃん、トルちゃん来たよ。おい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 。お前の電気技、怒りの前歯だ。いや、これ、ボルちゃん、トルちゃんね、結局、電気技打てないので、前歯で。まずすぎる。まずすぎる。まずいけど、これは、これでいい。まあ、アンコールは多分読まれるでしょう。殴ってくる。いや、結局サーフ号のシャドーボールで一貫があるんで、前歯で殴っていく。テラバースト。まあ、そのテラバーストしか打てないよね。いや、普通に軽くやべえわ。うん。オッケー、オーバー入った。ってなると、次相手はテラバースト打たざるを得ないよな。で、怒りの前歯が入る。ここノーマルテラバーストしか打てないでしょ？じゃあ、ここでサーフ号なんだよ。ちょっと待てよ。興奮しちゃった。テラバースでしょ。オッケーオッケーオッケー。完璧よ。で、もうサーフ号上取ってるから、シャドーボールエンドで。もっとテラスタル切ってどうこうしようだなんて、そんな虫のいい話はねえんだよ。飛行テラス。お前の特性いたずら心だっけ？攻撃技は、こっちが先なんだ。ありがとう。
いや、これパチリスがマジでいい感じにかき回してるわ。そしてゴルダックのあのガオガエンの打点。はい、ガオガエン来ちゃいましたけど、まあでもこれシャドウボールじゃ微妙なラインなので、ここはね、パチリスに変えるか。もうスカーフ多分バレたんだよ。うん、スカーフバレたから、ごめん、ゴルダック切るわ。ごめん。ここはゴルダック切ってから、からの、切らざるをね。叩き。よしよしよし。いや、ゴルダックよくやったわ。弾を叩かねながらも。いや、違う。シャドウ圏内に入れるのが多分大事だ。うん、これ一番大事。シャドウ圏内に入れよう。パチリス行って、シャドウ圏内に入れるために、前歯で。いやー、ちょっと待って、ここの外しはちょっと、想定外。叩き声耐える耐える耐える。よし。前歯だ。オッケー、これもうシャドウボールいけるっしょ。フレドラ、しかもこれ。フレドラならもう反動も入るし。完璧だ。スター符号の一環が作れました。いやー、これはゴルダック、パチリスの宝石が大きい。一応テラス切ってシャドウボール。よし、これはもうもらったでしょ。メタグロスもちょっと削ってるんで、パチリスくんがね、いい削りしてる。シャドボで、よし、バレバンも来ない。いったでしょう、これは。ありがとうございました。